霊夢は、F1 ドライバーが契約で揉めた事件を知っているか？確か、去年あたりにも問題になっていた気がするわ。よく覚えているな。じゃあ今回は、F1 史に残る二重契約事件を紹介していくぜ。オスカー・ピアストリ。近年最も大きな問題に発展したのが、オスカー・ピアストリのマクラーレン移籍騒動だぜ。これは印象に残っているわ。2022年の夏頃、アルピーヌとマクラーレンがピアストリを起用する権利を奪い合ったんだ。そうなのね。ピアストリは2021年の F2 を圧倒的な強さで制した、将来有望な若手ドライバーなんだ。その前年の2020年頃からルノーの育成組織に在籍しているぜ。今のアルピーヌかしら？その通りだ。F2 の王者も獲得したピアストリは、アルピーヌが大きな期待を寄せるドライバーだったんだ。そして翌年の2022年は、アルピーヌのリザーブドライバーに就任したんだぜ。そうだったのね。で、二重契約騒動の発端は何だったの？2022年8月2日、アルピーヌはアストンマーティンへ移籍するフェルナンド・アロンソの後任にピアストリの起用を発表したぜ。満を持しての F1 デビューね。ところが2時間後に、ピアストリ本人がアルピーヌのリリース内容を真っ向から否定したんだぜ。え？たったの2時間後に？ピアストリは、アルピーヌが自身の同意なしにレギュラードライバー昇格を発表しており、翌年アルピーヌでドライブする意思がないことを SNS 上で表明したんだ。これはただごとじゃないわね。確かに、僕には契約があるとアピールしたドライバーは過去に何人もいたはずだけど、僕には契約がないと主張した例は珍しいな。オファーをもらうだけでも難しい世界なのに、何か裏があるとしか思えないわ。その後はどうなっていったのかしら？アルピーヌのオトマー・サフナウアー代表は、これまでチームが育成に多額の資金を投じてきたと明かし、忠誠心を欠く行為だとして批判したぜ。下積み時代を支えてきたものね。一方で、ピアストリのマネージャーを務める、元 F1 ドライバーのマーク・ウェバーは、ピアストリが大会の賞金、自身で集めたスポンサー、そして家族の援助によって資金の 80% を確保していたと主張。サフナウアーの発言は現実よりも誇張されているとラクにアルピーヌを非難したんだ。両者の溝は相当深そうね。泥沼の展開になってきたわ。こうした絶戦が繰り広げられる中、実は7月の時点でピアストリがマクラーレンと契約済みであると報じられたんだ。え、アルピーヌの発表より前の話かしら？そうだな。アルピーヌの発表は8月2日だったんだけど、マクラーレンは約1ヶ月前の7月4日に契約を結んでいたんだぜ。そうだったのね。じゃあ、アルピーヌとの契約はどうなっていたのかしら？ピアストリは21年の段階で23年までの契約に合意していたぜ。あれ？22年はリザーブドライバーに任命し、活動費用を負担することや F1 マシンで3500キロ以上のテスト走行を保証する代わりに、23年にレギュラードライバーへ昇格させる権利をチームが持つことになっていたんだ。ってことは、マクラーレンへの移籍は認められないはずね。普通ならそうだぜ。普通じゃなかったのね。そうなんだぜ。アルピーヌはこの条件を記した概要書を発行していたものの、法的拘束力のある正式な契約書を作っていなかったんだ。え、ピアストリ側も条件自体には納得していたから、ちゃんとした書類を作るよう何度も要求していたらしいんだ。口約束だけでは、いくらなんでも不安だものね。結局22年のリザーブドライバー契約も、シーズンが始まる4日前に慌てて正式に契約を結んだんだぜ。一応、正式にサインしたのね。ああ、だがこの時は開幕に間に合わせるため、翌年以降のことについては条件に含まれていなかったんだ。つまりレギュラードライバー昇格の件は、単なる約束をしただけの状態に過ぎなかったんだぜ。そうだったのね。その後アルピーヌからピアストリには、23年から2シーズン、ウィリアムズのシートを確保すると伝達があったんだ。そこで修行を積んだ後、25年にアルピーヌへ復帰するという道筋が示されたんだな。だが、これも法的に有効な書類は発行されなかったんだぜ。F1 って大きなお金が動く世界だから、契約管理は人一倍気を使うべきなのに、意外と適当だわ。アルピーヌのずさんな対応に不信感を募らせたピアストリ陣営は、それを逆手に取ってマクラーレンとの契約を済ませていたんだ。となると、アルピーヌの主張は認められなかったのね。ドライバーの契約を管理する CRB という団体は、両チームとピアストリの弁護士から聞き取りを行った上で、マクラーレンと交わした契約が、唯一の法的に有効な契約であると認めたんだ。正式な契約書がないなら、仕方ないわね。F1 ではドライバーと契約を結んだ場合、この CRB という団体に届け出ることが定められているんだ。こうした二重契約を防いだり、問題が起きた時に介入するための団体なんだぜ。そんな組織が存在していたのね。もしアルピーヌがピアストリと有効な契約を結んでいた場合、マクラーレンが CRB に書類を提出した時点で、二重契約の問題が明らかになるはずだぜ。だが、マクラーレンには何の通達もなかったんだ。
アルピーヌから CRB には何も提出されていなかったのね。もし契約管理がしっかりしていたら、ピアストリは今頃アルピーヌをドライブしていたのかしら？そうかもしれないな。ちなみに、マクラーレンではデビューシーズンでいきなりスプリントレースを制するなど大活躍しているから、今のところ、この選択は正解だったように思えるぜ。確かに、シーズン後半戦の活躍は見事だったわ。ピアストリの一件は近年の F1 でも最大級の事件だったぜ。じゃあここからは、時代を遡って過去の二重契約問題を振り返っていくぜ。アイルトンセナ。F1 史に残るメイドライバーのアイルトンセナも、かつて二重契約問題に直面した一人なんだ。優秀なドライバーほど引く手あまただから、そういう問題はつきものよね。セナは1984年に F1 デビューを飾ったんだぜ。最初に彼が契約したチームは下位チームのトールマンだったんだ。そうだったのね。デビュー2戦目の南アフリカグランプリで6位入賞を飾ると、大雨の中で途中打ち切りになった、第6戦モナコグランプリでは、マクラーレンのアラン・プロストを追い詰める走りを見せ、2位表彰台を獲得して一気に注目を集めたんだ。雨のレースで速さを見せるドライバーは優秀だわね。そんなセナにはすぐトップチームから声がかかったぜ。驚きはないわ。早速アプローチをかけたのは名門のロータスで、翌85年のレギュラードライバー契約を打診してきたんだぜ。そうなのね。トールマンとの契約的には、問題なかったのかしら？トールマンとセナの契約は86年までの3年契約だったぜ。だがその契約には10万ポンドの違約金が設定されていて、他チームがその金額を支払えば引き抜くことが可能だったんだ。ロータスがお金さえ払えば、何の問題もないわね。セナもこのオファーに納得しており、合意したんだ。そして8月のオランダグランプリ決勝当日に正式発表を迎えたぜ。そうなのね。ところが、この発表に対してトールマンが激怒したんだ。え？実はまだ、ロータスから違約金は振り込まれていなかったんだ。それは怒るわね。しかもトールマンとの契約では、セナが他チームと交渉する前に、先にトールマンへ報告することが義務付けられていたんだけど、セナは、このことをトールマンに伝えてはいなかったんだぜ。それがバレたら、大問題になるに決まっているわよね。トールマンはセナの契約不履行を訴えて強硬な態度を取ったんだ。またまた、泥沼の予感だわ。実はセナはこの時点で正式な書類にサインはしておらず、発表することを承諾していなかったとも言われているぜ。しっかりとトールマンに筋を通してから、ロータスと正式に契約するつもりだったんだな。ロータスが早とちりしたってことなのね。そうだな。そういったややこしい事情を何も知らされていなかった広報担当者がさっさと発表してしまったらしいぜ。時代を感じるわね。その後この問題はどう決着したの？結局、トールマンはセナのロータス移籍を認めたんだ。ロータスからはその後違約金が支払われたぜ。思ったよりも平和的な解決ね。ただし、トールマンはセナ個人に対して罰則として次のイタリアグランプリの出場停止を命じたんだ。1レース出れないだけで済んだなら御の字じゃないかしら？そうだな。結局、85年シーズンからロータスに加わったセナは、第2戦のポルトガルグランプリでいきなりキャリア初優勝を果たすと、結果、在籍した3年間で6勝を挙げてタイトル争いにも絡んだぜ。セナがトップドライバーに成長した背景には、契約問題を乗り越えて掴んだ名門チーム移籍があったわけね。その通りだな。じゃあ続いても、将来チャンピオンになったドライバーが若かりし頃に経験した二重契約騒動を紹介するぜ。ジェンソン・バトン。2009年ワールドチャンピオンであるジェンソン・バトンは、かつて2年間にわたる長期的な契約問題を引き起こしたんだ。そうなのね。3年から BAR ホンダに加わったバトンは、4年には佐藤拓磨とのコンビで目覚ましい活躍を見せた。優勝こそできなかったもののチームをフェラーリに次ぐコンストラクターズ2位にまで押し上げたんだ。優勝なしでチームランキングに行って、珍しいわね。バトンは年間10度も表彰台に上がったんだ。安定した走りでドライバーズランキングも3位を獲得したぜ。順調そのものね。ところがこの年の夏頃、バトンは翌5年シーズンに向けてウィリアムズと交渉を始めていたんだ。そうなのね。当時 BAR のエンジンサプライヤーだったホンダは、将来の長期的な供給計画をまだ明らかにしていなかったんだぜ。バトンは安定したワークス体制で走ることを望んでいたから、いつホンダを失うかわからない BAR を出ようとしたんだ。ワークス体制？ワークス体制では、エンジンメーカーとコンストラクターが協力してエンジンの開発を進めるんだ。完成したエンジンを渡されるだけのカスタマーチームよりも、ワークスチームの方が戦闘力に優れる場合が多いんだ。そうなのね。ちなみにウィリアムズはどこのエンジンを積んでいたのかしら？ BMW とワークス体制を築いていたぜ。バトンはもともと2000年にウィリアムズで F1 デビューしていて、数年ぶりにフルスへ復帰することを決意するんだ。契約にサインしたのね。8月5日に、翌年からのウィリアムズ復帰が発表されたぜ。
ところが、今度は VAR がバトンと契約していると主張したんだ。え？バトンが3年に VAR に加入した時の契約期間は、4年までの2年間ではあったんだ。だとしたら5年の去就はバトンの自由じゃないかしら？だが、チーム側はこれを5年以降まで延長する権利を契約の中に盛り込んでいたんだぜ。そうだったのね。ただしそのオプションを行使する条件として、チームが正式なエンジンの供給契約を結ぶ必要があったんだ。それがバトンの求めるワークス体制の保証ってわけね。ホンダはそのシーズン終了後にチームの株式 45% を取得。運営への関与を強めようと計画していたんだけど、バトンはそれが条件を満たすほどの十分な取り決めではないと考え、オプション行使の期限だった7月末を待って移籍したんだ。ホンダとの関係性がどれだけ明確だったかが、問題の争点ね。VAR がウィリアムズへの移籍を認めない考えを示した一方で、バトンは 100% ウィリアムズで走ると発言するなど、両者は真っ向から対立してしまったんだ。VAR ホンダでは絶好調だったのに、どうしてもウィリアムズへ行きたかったのね。この年のウィリアムズは1勝を挙げたものの、VAR よりも低いランキング4位で終えていたから、バトンの決断は確かに意外なものだったぜ。この問題はその後どう進展していったのかしら？例によって CRB に判断が委ねられたぜ。大活躍ね。審議の結果、VAR との契約が唯一有効であると判断し、バトンにはチームへ残留するよう命じたんだ。ここまで揉めて残留するのも、それはそれで気まずいわね。確かにそうだな。こうしてバトンは VAR ホンダと5年の契約について合意せざるを得なくなったんだ。でも確か、この問題は2年間続いたのよね。そうなんだぜ。まずバトンは VAR との契約更新にサインしたとき、5年のチーム成績が芳しくなかった場合、6年には自由に他チームと契約できる権利を獲得したんだ。1年後にまたウィリアムズへ移籍するためかしら？その通りだ。そして5年シーズンが始まると VAR ホンダは前年の好成績が嘘かのように低迷してしまうんだ。あらら、バトンとチームメイトのタクマは共に第9戦を終えても、ノーポイントという苦しいシーズンを送ることになったんだ。あれだけ表彰台に乗っていたのに、一気に転落してしまったのね。こうして自由に移籍することができるようになったバトンは、6年にウィリアムズへ加入する契約を正式に結んだんだぜ。ついに念願の移籍が叶うわね。長かったバトンをめぐる争いが、ついに決着したわ。霊夢、これで終わりではないんだぜ。え、なんと今度はウィリアムズと BMW の関係性が急速に悪化し、5年をもって両者のタイアップが終わることになったんだ。ワークス体制が崩れてしまうわ。ウィリアムズはトヨタやホンダとも交渉したと言われているが、結局コスワースというエンジンメーカーから、完成品をカスタマー供給されることに決まったんだぜ。バトンにとっては望まぬ展開ね。この一報を受けたバトンは一瞬で心変わりし、VAR への残留を希望しだしたんだ。確かにかわいそうな気もするけど、自分でウィリアムズ移籍を押し通したのに、なんだか勝手すぎる気がするわ。その通りだな。今度は逆にウィリアムズが権利を主張することになったんだ。一年前とは真逆の立場ね。結局大論争の末にバトンは VAR に残ることになったんだけど、ウィリアムズとの間にはもう正式な契約を結んでいたから、これを解消するために違約金が必要だったんだ。VAR はそれを支払ったのかしら？いや、なんとバトンが自分で払ったんだぜ。え、彼は日本円にして約33億円を自らウィリアムズに支払って、VAR と再び契約したんだ。すごい金額。ちなみにこの煽りを受けてシートを失ったのが、タクマだったんだ。VAR は夏の時点ですでにルーベンス・バリチェロの獲得を決め、そのチームメイトはタクマになると思われていたんだけど、バトンが急遽残留することになってタクマは追い出されたんだ。結局、新チームのスーパーアグリへ移籍することになったんだぜ。そういう経緯だったのね。こうしてバトンは6年以降もチームに残ることになったんだな。ちなみに5年末にホンダが VAR の株式をすべて買い取り、6年からはシャシーもエンジンもホンダのフルワークス体制へチームが生まれ変わったんだ。バトンにとっては好都合ね。この長期に及んだ移籍問題はバトンゲートと呼ばれ、F1 史に残る大事件の一つとして語り継がれているぜ。今でこそホンダと深い関わりがあるイメージのバトンだけど、こんなに揉めた過去があるとは知らなかったわ。6年ハンガリーグランプリでバトンは初優勝を達成すると、ホンダ自体は8年をもって F1 から撤退したものの、それを引き継いだブラウングランプリで、バトンは王者になったんだ。結果的には残って正解だったと言えるわね。この時にブラウングランプリが積んでいたのが、カスタマー供給のメルセデスエンジンだったのは皮肉だぜ。あれだけワークスにこだわっていたのにね。ピアストリの移籍問題が取り沙汰された時にバトンは、僕も昔、似たような状況を経験したことがある。あるチームから他のチームに移籍したかったんだ。それが僕のキャリアにとって正しいことだと思っていたんだ。そういう間違いを犯したこともあるんだよ。
と、自らの過ちを認めているぜ。若気の至りってやつかしら。結果論で語ることはいくらでもできるけど、その時々でみんな最善の選択を模索しているはず、だわ。その通りだな。じゃあ次は、またも将来有望な若手ドライバーが巻き込まれた90年代の一件を紹介していくぜ。ジャン・アレジ。レイムは90年代を中心に活躍したフランス人ドライバー、ジャン・アレジを知っているか？名前は聞いたことあるわ。確かフェラーリのドライバーじゃなかったかしら？その通りだぜ。タレントの後藤久美子と結婚したことでも知られているな。そうなのね。そんなアレジは89年にディレルから F1 デビューすると、熱い走りでマシンの実力以上の速さを引き出し、90年アメリカグランプリではマクラーレンのセナに敗れたものの、抜きつ抜かれつの優勝争いを繰り広げて話題となったんだ。まさに、息のいい若手ドライバーって感じね。将来のチャンピオン候補ともてはやされた彼に、いち早く強豪ウィリアムズが声をかけたんだ。91年からの3年契約を持ちかけたんだぜ。早くもステップアップね。90年のシーズン中にアレジはこの契約にサインしたぜ。よかったわ。ただしこれはあくまで仮契約でしかなく、正式に契約するかはウィリアムズが後で決められるという、アレジにとっては不利な条件だったんだ。ウィリアムズの狙いは何だったのかしら？セナの獲得だぜ。当時、ウィリアムズは王者であるセナの引き抜きを狙っていて、獲得可否が決まるまでアレジとの正式契約を先延ばしにしたんだ。ひどい扱いね。当初は7月のフランスグランプリまでに答えを出すという話だったが、そこでもアレジの起用は発表されなかったんだぜ。アレジからすれば、不安な時間だわ。苛立ったアレジは、その次のイギリスグランプリまでに発表するよう、最後通告をウィリアムズに送ったんだ。だがセナ獲得を諦めきれなかったウィリアムズは、ここでもアレジ起用について何も発表しなかったんだ。優柔不断だわ。そんなアレジの元に、名門フェラーリからもオファーが届くんだ。羽馬はナイジェル・マンセルが引退を表明し、その後ガマとしてアレジに注目していたんだぜ。フェラーリとウィリアムズが奪い合うなんて、すごく期待されていた証拠でもあるわね。アレジはもともとイタリアにもルーツがあって、フェラーリのドライバーだったジル・ビルヌーブに憧れていたんだ。彼にとっては、夢のようなチャンスが訪れたってわけね。結局、アレジはフェラーリへの移籍を決断し、9月18日に正式発表されたんだぜ。ウィリアムズとの契約は問題にならなかったの？フェラーリが契約を買い取る形になったぜ。実は所属元のケレルも契約延長の権利を持っていたから、フェラーリは2チームに違約金を支払ったんだ。三つどもえの争いだったのね。ちなみにフェラーリはこの時のウィリアムズへの支払いの一部を、90年に使用した F1 マシンで賄ったんだぜ。え？他チームにマシンを手渡すのは、F1 ではなかなか珍しい例じゃないかしら？機密情報の塊だからな。実際にウィリアムズの手に渡ったのは数年後だったらしいぜ。その車は一時期ウィリアムズの施設に展示されていたんだ。ウィリアムズの施設にフェラーリのマシンが？それは面白いわ。その後、ウィリアムズはセナの獲得に失敗するも、引退を撤回したマンセルと契約に成功したんだ。91年はタイトル争いに敗れたものの、92年にはマンセルと共にダブルタイトルを獲得したぜ。となると、アレジは契約問題で失敗した側ってことかしら？アレジが加入したフェラーリは低迷してしまい、結局95年カナダグランプリがキャリア唯一の勝利となったんだ。あらら、それでも、本人はフェラーリで戦った時間は魔法のようだったと語っていて、決してこの選択を後悔はしていないようだぜ。勝つことだけが、人生じゃないものね。いいこと言うな。しんみりしたところで、次の事件を紹介していくぜ。今度は、日本人ドライバーが巻き込まれた問題だ。鈴木亜久里。鈴木亜久里は89年から F1 に参戦し、中堅界チームを転々としてきた苦労人なんだ。鈴鹿で表彰台にも上った映像は見たことあるわ。90年の日本グランプリだな。日本人初の快挙だったんだぜ。だが、その後は入賞すらままならない状況が続き、94年にはレギュラーのシートを失ったんだ。苦労していたのね。しかし95年に向けては、古参チームのリジェと契約するんだ。F1 復帰が決まったのね。よかったわ。リジェはこの年から日本製の無限エンジンを積むんだけど、無限の意向で日本人ドライバーを起用する必要があったんだな。そうなのね。アグリは、フランス人のオリビエ・パニスとコンビを組むことになっていたんだ。ところが開幕直前になってリジェがイギリス人のベテラン、マーティン・ブランドルとも契約したことを発表したんだぜ。え、ドライバーが3人？そうなんだぜ。そして、ブランドルとアグリが1年間シートをシェアすることも発表されたんだ。アグリはそのことに同意していたのかしら？いや、寝耳に水だったらしいぜ。アグリはフルタイムの契約だと認識していたんだ。それはかわいそうね。リジェからすればあくまで狙いは無限の獲得であり、そのために日本人ドライバーと契約したに過ぎなかったんだ。
そこでリジェは一旦アグリと契約して無限を確保した後、開幕直前で前線で起用する必要はない、と言い出したんだぜ。いくらなんでも勝手すぎるわ。ブランドルはリジェのマネージングディレクターを務める、トム・ウォーキンショーのお気に入りだったんだ。なんだか、居心地の悪そうな環境ね。アグリからすればそうだったろうな。実際シーズンが始まると冷遇を受けたんだ。当初二人は平等のレース数を走る予定だったんだけど、シーズンを終えてみればアグリは6レースしか走れなかったぜ。表彰台のイメージが先行していたけど、たくさん苦労をしてきた人だったのね。逆に優遇されているブランドルも、たびたびアグリを気遣うような発言をしていたぜ。日本のファンから自分が嫌われてしまうんじゃないかと、心配もしていたらしいな。確かに日本人ファンからしたら、ブランドルを悪者と思う人も多いはずだわ。ちなみに、アグリの成績はどうだったの？逆境の中でも第9戦ドイツグランプリでは力走を見せて、自身4年ぶりの6位入賞を果たしたぜ。少ないチャンスでもいい走りはしていたのね。そんな中で迎えた最終戦の母国日本グランプリでは、シーズン6回目の出走のチャンスを与えられたんだ。アグリはこのレースを最後に F1 から引退することを決め、予選終了後には引退会見も開催する予定だったんだぜ。そうなのね。しかし、予選アタック中にクラッシュを喫して、肋骨骨折と肺挫傷という重傷を負ってしまい、決勝には出れず、会見も中止になってしまったんだ。最後まで運がないわね。こうしてアグリの7年に及ぶ F1 キャリアに終止符が打たれたんだ。ちなみに、この一件は裁判や CRB が関わる問題にならなかったの？表だってそういった問題には発展しなかったぜ。ただし、引退後のアグリのインタビューによれば、具体的な内容こそ明らかにできないものの、アグリ側の仕返しにより、ウォーキンショーは大きな痛手を負ったらしいぜ。何をしたのか気になるわね。アグリもしっかりやり返していたのね。それ以降はウォーキンショーがアグリのことを認め、対等にビジネスの話ができる関係になったらしいんだ。恨むどころか、アグリはウォーキンショーのことを好きらしいぜ。そうなのね。そんなこんなで色々苦労したアグリだが、その後チーム代表としても契約問題に悩まされたんだ。え？じゃあ次は、スーパーアグリ F1 チームが巻き込まれた二重契約騒動を取り上げるぜ。ギド・バンデルガルデ。鈴木アグリは、2006年にチーム代表として F1 に復帰したぜ。佐藤拓磨が活躍したスーパーアグリよね。その通りだ。そのスーパーアグリがトラブルに巻き込まれたのは、参戦2年目の7年のことだった。そうなのね。スーパーアグリは、オランダ人の若手ギド・バンデルガルデとリザーブドライバーとして契約を結んだんだ。かっこいい名前のドライバーだわ。バンデルガルデは1月31日のバルセロナテストで走行することが予定されていたんだけど、彼の持ち込みスポンサーから約束の金額が、スーパーアグリに振り込まれていなかったために、4周しか走れなかったんだ。条件が満たせていないなら、仕方ないわね。4周だと車になれることもできないんじゃないかしら？この一件の翌日、今度は新規参入チームのスパイカーが、バンデルガルデのテストドライバー起用を画策していると、メディアが報じ始めて、話題となったんだ。スーパーアグリと契約したばかりなのに？当然スーパーアグリは権利を主張したんだ。CRB にも有効な書類が提出されていることが証明されたんだぜ。それでもスパイカーは2月5日に、バンデルガルデとの契約を正式発表したんだ。ややこしいことになったわね。バンデルガルデは、そのままスパイカーのドライバーとして活動し始めたんだ。でも、まだスーパーアグリとの契約が残っているはずよね。そうなんだぜ。開幕戦のフリー走行でスパイカーは、バンデルガルデを走らせようとしたんだけど、正式に権利を持っているのがスーパーアグリだったため、彼のスーパーライセンスが発行されなかったんだ。当然そうなるわね。アグリもギドはどうやったってスパイカーに乗れないと、強硬姿勢を貫いて抵抗したんだぜ。結局、スパイカーと契約していながらも、この問題のせいでマシンに乗れない状態が続いたんだ。契約だけあってもマシンに乗れなかったら、何の意味もないわね。その後、スーパーアグリがバンデルガルデに対し、違約金の支払いを求めたことで裁判沙汰に発展したんだ。ドライバー自身に求めたのね。スパイカーも彼のスポンサーマネーが主な目的であり、そこに協力する気はなかったみたいだな。むしろ、本人に早く問題を解決するように求めていて、バンデルガルデの味方をする者はいなかったんだぜ。結局、お金は払えたの？この裁判の結果は明かされていないんだ。え？ただ、6月20日に行われたテストで、ついにスパイカーをバンデルガルデがドライブしたんだ。それはつまり、スーパーアグリとの問題が解決したことを示している、と推測されているぜ。真相は闇の中ね。彼はその後、一時的に F1 の世界を去ったものの、2013年にはケイタハムから念願のフル参戦を叶えたぜ。そうなのね。そして2015年には再び二重契約問題に巻き込まれたんだ。また、じゃあ次は、2015年のザウバーの多重契約騒動を振り返っていくぜ。ザウバー。
次は20どころか、30、40にも契約を結んでいた事件だぜ。え、40? 意味がわからないかもしれないが、本当にあった話なんだ。気になるわ。一体どんな事件だったのかしら?2014年頃、ザウバーは資金難に苦しんでいたんだ。そうなのね。この年のドライバーはエイドリアン・スーテルと、エステバン・グテーレスが務めていたんだけど、どちらも思うように成績は出せていなかったんだぜ。お金の面でも成績の面でも、苦しんでいたのね。そこでザウバーは、2015年シーズンにはよりスポンサーを持ち込んでくれるドライバーの起用を決めるんだ。まずは母国スウェーデンのスポンサーを多数抱える、マーカス・エリクソンとの契約を発表。数年前までザウバーにいたわね。さらにはブラジル人で、ブラジル銀行のバックアップを持つフェリペ・ナッセの起用も決まったんだぜ。これで資金的にはかなり余裕が生まれるわね。ところが、これに黙っていなかったのがスーテルだったんだ。彼は15年にもチームに残る契約を結んでいたんだぜ。お金を優先して、スーテルとの契約をないがしろにしたのかしら?そんな感じだぜ。そして、もともとテストドライバーだったバンデルガルでも、15年にはレギュラーへ昇格する契約にサイン済みだったんだ。今回、バンデルガルではかわいそうな立場だわ。ザウバーは財政問題を解決するために、多数のペイドライバーと契約することで運転資金を確保したんだ。そんなことが許されるわけないわ。この4人の他に、グテーレスの残留も決まっていたという噂があるぜ。彼も母国メキシコ系の企業から多くの資金的援助を受ける、ペイドライバーの一人だったんだ。どんどんややこしくなっていくわね。またマルシャをドライブしていた、ジュール・ビアンキとも契約を交わしていたとも言われているんだぜ。ただし、ビアンキは14年の日本グランプリで大事故に遭い、意識不明の重体となってしまったから。この話が本当だとしても、ビアンキがドライブするのは不可能だったんだ。2つのシートに6人のドライバー。こうなると裁判沙汰は避けられない気がするわ。実は、15年シーズン開幕直前までこの一件は音沙汰なく、問題なくオーストラリアグランプリを迎えると思われたんだ。そうなのね。ところがその直前になって、バンデルガルデがスポーツ仲裁裁判所に訴訟を起こしたんだ。やっぱり、めんどくさいことになったわ。ザウバーのモニシャ・カルテンボーン代表や関係者は、開幕直前の大事な時期に法廷へ出席する羽目になったぜ。身から出た詐欺よ。裁判の結果、バンデルガルデがザウバーから参戦する権利が無事に認められたんだ。当然の判断だとは思うけど、よかったわね。一方ザウバーはバンデルガルデがテスト走行をしておらず、いきなりレースに出すのは危険だとして反論したぜ。確かに危険ではあるかもしれないけど、この状況はザウバーの責任のはずなのに、他人事みたいね。またバンデルガルデがレースに出走するためには、スーパーライセンスの再交付を受ける必要があったんだ。だが、ザウバーはこの申請書類へのサインを拒否したりして、彼の参戦を最後まで妨害したんだ。裁判は終わったのに、まだ抵抗を続けていたのね。結局、開幕戦は誰がドライブしたのかしら?発表されていた通り、エリクソンとナッセが出走したんだけど、バンデルガルデはザウバーのレーシングスーツを着て、チームのガレージに突撃し、権利を主張し続けたんだ。スタッフからは冷たい視線を送られていたらしいな。とんだ修羅場ね。判決が出たにもかかわらず、彼の権利を侵害したとして、ザウバーチームが法廷侮辱罪に当たる可能性も浮上したんだ。代表のモニシャが逮捕されるとか、資産が差し押さえられるといった報道まで出ていたんだぜ。F1 の契約問題で、逮捕者が出るなんて聞いたことないわ。結果、オーストラリアグランプリが終わった後に約19億円の違約金を支払うことで、彼の契約は解除となったんだ。つまり、バンデルガルデは参戦を諦めたのね。その後、彼がメディアに語った内容によれば、バンデルガルデのスポンサー企業らは、レギュラードライバーに昇格する前提で、スポンサード料を2014年の時点で前払いしていたらしいぜ。そうなのね。そのお金によってチームは存続できたにもかかわらず、レギュラー昇格の約束は破られたんだ。ひどい話だわ。ちなみに、他のドライバーからは訴えられなかったのかしら?シーズンが終わった後、スーテルがザウバーを告訴したぜ。随分遅いわね。シートを取り戻すには手遅れだわ。スーテルの要求はあくまで違約金だったんだ。結局、ザウバーは彼にも4億円以上を支払っているぜ。金に目がくらんだ結果、かなりの金額を支払う羽目になったわね。この一件は長年レース業界に携わってきた、ザウバーの歴史に汚点を残す大スキャンダルだったんだぜ。なかなかにインパクトのあるエピソードだったわ。じゃあ最後は、もっとインパクトのある事件を紹介するぜ。ミハエル・シューマッハ。契約書の1単語が原因で大問題に発展したのが、ミハエル・シューマッハのベネトン遺跡だぜ。優秀なドライバーは、往々にしてトラブルに巻き込まれるわね。1991年、参戦1年目のジョーダングランプリは、ドライバーのベルトラン・ガショーが傷害事件を起こしたんだ。シーズン中に、投獄されてしまうという問題に直面したんだ。いきなり物騒ね。
次戦のベルギーグランプリに乗るドライバーを急遽探すことになり、メルセデスの育成組織にシートを買わないか持ちかけるんだ。そうなのね。メルセデスはこの時 F1 には参戦していなかったものの、ザウバーと共にスポーツカー選手権などに出場していたんだ。この組織を統括していたヨッヘン・ニアパッシュは、在籍していたシューマッハに F1 行きのチャンスを与えるんだぜ。シューマッハの F1 デビューは、そういった経緯で実現したのね。まず、ジョーダンはテスト走行の機会を与えたんだ。シューマッハは驚くべき速さを見せ、周囲を納得させたんだぜ。やっぱり才能があったのね。その才能に気づいた、代表のエディ・ジョーダンは急遽、シューマッハと長期契約を結ぼうと考えたんだ。ベルギーグランプリでチャンスを与える代わりに、その後のシーズンと翌年以降もチームが望めば契約できる権利を、あらかじめ条件に含めて、契約書にサインさせたんだぜ。後出しで条件を追加したのね。エディは、なかなかのやり手だわ。ベルギーでシューマッハはどんな走りを見せたのかしら？いきなり予選で7番手を獲得し、注目を集めたぜ。さすが、シューマッハだわ。決勝ではリタイアしてしまったが、インパクトは絶大だったな。ジョーダンは文句なしで契約延長を望んだんじゃないかしら？もちろんジョーダンはそうしたかったんだ。ってことは、また邪魔するものが現れたのね。ああ、そうだ。今回はベネトンだぜ。この予選のパフォーマンスで注目が集まったタイミングで、強豪ベネトンとの交渉が始まったんだ。ことが進むのが早いわね。実はメルセデスのニアパッシュの方から、ベネトンにシューマッハを売り込んでいたんだ。そうなのね。当時の FIA 副会長だったバーニー・エクレストンも、かねてより F1 にドイツ人スター選手の必要性を痛感していて、ベネトンとの交渉を取り持って後押ししたらしいぜ。F1 では政治力も必要だと実感するわ。シューマッハにとっても悪くない話ね。実はシューマッハはエディ・ジョーダンに恩義を感じていて、チームの居心地も良かったことから残留を望んでいたんだぜ。そうだったのね。だが、彼の行き先を決める権利はニアパッシュが握っていたんだ。シューマッハは言われるがままに、ベネトンと交渉したってわけね。ああ、そのまま契約にサインしたぜ。そしてエディの元には、シューマッハから謝罪のファックスが送られたんだ。でも、契約の優先権があるのは冗談だから、違約金や裁判沙汰は避けられない気がするわね。その通りだ。冗談が契約権を主張して訴訟問題に発展したぜ。そりゃそうよね。冗談の訴えが認められるに決まってるわ。ところが、裁判所は、この訴えを棄却したんだ。え、ベネトンへの移籍が認められたんだぜ。一体どうしてなのかしら？実はジョーダンとの契約を交わした時、契約書の文言にニアパッシュは修正を加えていたんだ。修正？もともとの文言では、ベルギーグランプリに私を起用してもらえるのなら、私はモンツァを前に91、92、93年の契約にもサインします。といった文面が書かれていたんだ。そうなのね。この契約という単語の前についていたザオニアパッシュはに書き換えてから、シューマッハにサインさせていたんだ。え？それだけ？それだけだぜ。それによって何が起こったのかしら？座のままだったら、文章はその契約という意味になるぜ。ここではレギュラードライバーとしての契約の話をしていたから、93年までのドライバー契約を結ぶということになるんだ。そうよね。だがこれがに変わると一つの契約という意味になるんだ。確かに、ニュアンスは変わるわね。つまり91年から93年の間に、何かしら一つ契約を結べば問題ないという解釈もできたんだ。なるほどね。それはレースに関する契約に限らず何でもよかったんだぜ。例えば年に1回ガレージを訪問する、という契約でもいいんだ。手料理を振る舞う、とかでもいいかもしれないわね。極端な話、そういうことになるんだ。ニアパッシュは、頭が切れるわね。ニアパッシュは後から強引に長期契約を迫ってきた、ジョーダンのやり口が気に食わなかったんだ。また翌年、ジョーダンが搭載することを予定していた、ヤマハエンジンの性能にも疑問を抱いていたんだぜ。そうなのね。低迷が予想されるジョーダンに長居するよりも、トップチームへのステップアップを見据えていたんだな。ジョーダンはこの些細な修正の意味に気づかず、そのまま契約を結んでしまったんだぜ。それが命取りになるとは、思いもしなかったんじゃないかしら？エディはこれ以降、書類の隅から隅まで目を通すようになったと語っているぜ。トラウマものよね。シューマッハは92年にベネトンでいきなり初優勝を挙げると、94年と95年には選手権を連覇しているぜ。移籍して大正解だわ。もし、ニアパッシュの起点を聞かせた行動がなかったら、チャンピオンになれていたかはわからないわね。実際ジョーダンは92年からヤマハエンジンを積んだんだけど、ニアパッシュの見立ては正しく低迷してしまったんだ。最後まで敏腕だったわ。今日何度も出てきた FIA の機関である CRB は、この一件が大問題となったことを受けて設立されたんだぜ。いろいろ大活躍していた CRB はシューマッハがきっかけだったのね。それくらい衝撃を与えた事件だったんだ。一つの単語の違いで、
その後の人生が大きく変わってしまうこともあるんだぜ。他にも印象に残る F1 ドライバーの契約問題があれば、コメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。